ウェンブルーム。こんにちは、キャサリン。こんにちは。お祭り期間中にお二人とお会いできて嬉しいです。じゃあもしかしてオイラたちに依頼があるってことか。これは少し困りましたね。マンダ人にとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。Another one. 今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。わっ、ぐーい。限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ買えるかもと思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。 Is Windbloom about romance? I'm not really sure about that. お二人もいっそこれを機に。旅人さん、パイモン、so、gross. 見つかってよかった。頼みたいことがあるの。あ、スクロースだ。わあ、お前どうしちゃったんだよ。久しぶりに会った友達にその反応はないだろう。あっしゃし。ウィンドブルーム祭の頼み事ってわけじゃないけど、ああ、どう説明すれば。とにかく安心して行ってみてくれ。オイラたちもちょうど暇なんだからな。 Well, yeah, that's what we're here for. わかった。実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。おお。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。やるじゃないか。どうやって選出されたんだ。名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。 This is RNG, huh? Fucking skill issue right there. 私もそう思うよ。でもみんな曰く、公平のためなんだって。こうすれば誰でもウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。人付き合いはあんまり得意じゃないから、最初はちょっと緊張してたんだけど、でもこの肩書きは嬉しい。それに自分を元気づける方法を見つけられたんだ。見て。 What's this? It's invincible? 試験管？いいことを一つしたら、助けてあげた人の息を試験管に吹き込んでもらうの。そうすれば幸せの吐息をいっぱい集められるでしょ。 My god, that sounds so disgusting. へえ、なんかすごそうだな。スクロースはそれを研究するのか。うん、とても貴重な素材だと思うの。錬金術で少し改造すれば奇跡が生まれるかも。 Didn't we have this before? I kind of remember these. Aw man, I don't remember.誘惑してるのか。想像しただけでよだれが出てきちゃうぞ。それよりももっとすごいよ。でも十分な実験データを収集するまで結論はまだ教えられない。錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。幸せの吐息、残るはあと一つなんだ。なんだ、そんなことかよ。それなら簡単だぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きをおごってくれたら、そいつを吹き込んでやるぜ。スイートマダムブレッド。本気じゃな。ほん、これでもオイラなりに頭をひねって助けてるんだぞ。それとも、スクロースはもっとでかくて真面目な幸せがいいのか。幸せの含有量と真面目さは関係ないよ。でも例えば何かを栽培したことはある？ Oh yeah, definitely. In my teapot. 甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは経験した辛さと正比例するの。私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること、こんな幸せこそが
特別って言えると思わない？特別な幸せを得られるように、うん、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、わかったぞ。つまるところ、手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。って難しすぎるだろ。今はウィンドブルーム祭なんだぞ。Yeah, I know. でも、栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだし、あなたたちですらどうしようもないっていうなら、fine. Well, you don't need to phrase it like that earlier, okay? 本当に？何かいい考えがある？経験だね。わかった。旅人が言うなら、オイラも手伝ってやるよ。言葉でな。そしたら、結局うまくいかなくても、オイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられる。ごめん、次のは。旅人、これは感謝と愛の祭りなんだから、羽根つけたりしないよな。Don't get too cocky now. スクロースさん、ちょっといいですか？今あなた宛ての荷物が届いて。My God, my man. Just after Carrie Bear, you get all this shit again. Don't get too cocky, alright? Wait, Kolei? Why is Kolei there? あ、今行くよ。行ってくるね。Yeah, Paimon saw her. あれ、オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってコレイか？いつの間にモンドに来てたんだ？コレイ！ Where's she going? 声かけに行こうぜ。 Bye, Catherine. A gathering of outlanders. 荷物の確認ありがとうございます。問題ありませんよね？うん、ありがとう、マージョリーさん。Okay, is that it? Wait, I need to get my commissions first. Kolei! 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 Oh, omaera! Kigu da na! Really now? Nani boot to shite iru nda? Komatta koto demo atta no ka? Shinpai suru na! Daijoubu da! She's nervous meeting Amber. Jesus. Sakki, acchi no kinenhin shoppu de Mondo no douwa o katta nda.適当にめくってみたら、本にはメモが挟んであって、謎めいてて、まるで予言みたいだ。お？これらを完成させれば、至福のランプを灯し、最高の祝福を手にすることができる。これら？この世に存在しない花を探すこと、絶対に迷わない道案内人を見つけること、嘘をつかない人を見つけること、永遠に終わらない伝説を見つけること、合計4つの条件だ。ほら見てくれ。ん？オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。え？ Is this a venti prank?ちょっとごめんなさい。それって、なんて言うと？ああ、イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。Are you gonna introduce? 知り合い？ Definitely.紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。 My god, two awkward people meeting each other. What's the face of the gross? My god, they're so shy. やばい。二人とも人見知りだから、このままだと空気が冷え冷えになっちゃうの。You took the words out of me, Paimon. スクロースは、この予言を本当だと思うのか？研究したことがないから、
根拠のある結論は出せない。でも主観的な見解でいいのなら、少なくともいたずらじゃないと思う。なぜだ？童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。Can we have Venti in that? もし嘘でその純粋さを汚そうとしてるならひどすぎるよ。いい観点だな。私は好きだぞ。そうだそうだ、子供を傷つけるなんてひどいぞ。じゃあスクロースは祝福は何だと思う？それはあくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。あれ、わお、その推測すごい。もっと突っ込んで聞いてみたい。I wanna pick her brains more. ずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな。What the fuck is this? 初対面の人ってどう話せばいいんだろう。できればだけど。じゃあコレイさんの願いは？私の願いは性格を良くすることかな。That's kind of out of nowhere. それは違うだろう。どうしてそう思うんだ？コレイの性格のどこが悪いんだよ。そう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。You mean your past toony edgy self? Well, you don't have to worry about that. What you should worry about is the arcane residue that is still inside you. コレイ！ Amber.随分早かったね。幸い目がいいから遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐ分かったよ。アンバー、finally meet each other。 この前あげたピタは全部食べてくれた。もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。それってコレイはまたモンドに来てたのか？漫画、昔モンド城でいろんな人に助けられた。Good thing I read the manga. マリン病が治ってから機械を見つけてモンドに戻って、みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。Though very convenient when it is already windbloom. ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。もちろん問題ないよ。問題ないわ。おう、行ってこいよ。It's okay. アンバー、ごめん。この後、縄文で合流しようって一緒に旅してる人たちと約束したんだ。今は一緒に出かけられない。オッケー、わかった。じゃあまずはゆっくりして。私も神団長に休暇申請を出してくるよ。They just met and they're gonna. They're gonna spread up again. ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？後で戻ってきたらまたコレイを連れていくね。今回はモンドの友達をもっと紹介するから。Wait, where the fuck is Kaya then? Is still. 大丈夫。Wait a fucking minute. After Caribur, where the fuck is Kaya? Is he back immediately?大丈夫か、コレイ。なんだか落ち込んでないか？ごめん。ただ、自信がないだけなんだ。気にしないでくれ。アンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。コープ、コープよ。スクロースが相手でも、
まともに会話できてないのに。もっと自信があったら、もっと友達ができるのかな。It's fine with Sir Gross. She's shy at nature as well. Doesn't matter that much. But for the other Mondstadtians, I think you would get along with them. Ah, そろそろ時間だ。城門へ向かおう。I know, Inari! They're here! Good thing I'm not in English dub. また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのは随分昔だろ。そっちじゃない。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車は、ある意味、大マッハマシンと言えるだろう。頭を働かせてみろ。そんなにわかりにくかったか。だから、大マハマトラと大マハマ…ティナリー、セナー、こっちこっち。はあ、助かった。この人は、スクロースだよ、師匠。スクロースはセピロス騎士団の錬金術師なんだって。今知り合ったんだ。スクロース、こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。 Oh, they could get along. 大げさだよこれ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん。よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。で、こっちがスメール教練員のダイ・マハマトラで、セノ様。またまたすごい人だな。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもと言うならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし。 That's their two fathers. スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて、大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事は、ルカと非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。そういえば、スクロースも。コレイさんも気づいた？実は、天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。 Everybody's coming together. アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。うわ、アルベドも来たのか。なんだか賑やかになってきたぜ。 I know. スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ Already with the alchemy shit. ちょっと待った。 Jesus. 早速オイラにはわからない話を始めるのか？あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか。新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。That RP man, it ain't gonna work. すごく面白い。Really?アビディアの森の冒険者たちも、暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。はい、はい。
ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると、みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。 Oh, definitely. アルベド？では、僕も手伝おう。アルベド先生、今さら横から口を出してすまない。毒キノコの解毒剤のことだろ。もし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら、後で僕に見せてくれるかい？そうだ、その前に3人ともこれを見てほしい。え？ん？ What's this? 旅行プラン？アルベドは隣でずっとこれを書いてたのか？オイラ全然気づかなかったぞ。あやん。とんでもない。冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな？お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない。完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。ないからこそたかるんだろ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。感謝する。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？テントハリ手伝うよ。私も手伝う。オイラはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。よし、それで行こう。おほ、僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方湖の岸辺で会おう。サラサラさん、鹿狩り特製の冷製肉盛り合わせを一つ持ち帰りで。はい、冷製肉盛り合わせをお一つですね。他にご注文はありますか？お、他の注文だってよ。Yay, look at that. That's really cute. Also, confirm Conrian?鶏肉のスイートフラワー漬け焼きについてるスイートフラワーを風の花としてお前に捧げてやるぜ。いらん。安心してくれ、食べ物に関してためらうことなんかないぞ。では少々お待ちください。ギュッボイ、大満足だ。これがウィンドブルーム祭でしか体験できない素晴らしいことなんだったら、毎日ウィンドブルーム祭がいいぜ。 You eat this kind of food regardless of any occasion. Where are they? Camping? Right? Where the fuck are they? Oh, there they are. Damn, they started the party without me. This is unfair. Unfair!みんな揃ったね。Oh, wow. It's new and immediately. おう、暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて、結び方も丈夫で、プロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ありがとう。これも、師匠とセノさんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。
これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。ほらみんな座って。Oh, okay. さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな。匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。あんまり馴染みのない匂いだったから、モンドの特産品かな。料理に使えるモンドの植物の中だと、ロドリアンは普通スープに使われるから、イグサ？おう。正解だ。わお。スメールの魚のクリームソースは、柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。気に入った。でも具体的な分量は。レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいない？一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど、食欲がないの？ああ、もともと小食なんだ。もう。Really? Immediately? Why did it become quiet? ごめん、興ざめだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物は、パイモンだったのか。どの日だ？ What? 石門を通った日だ。Wait, what? 見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか。オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか。Come on. パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーよ。okay, that was quite 面白くないか。That was quite funny. バルベリーでパイモンが滑り落ちた。ディナリー、知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？ Can we not? モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だと、ザイトゥン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。おい、お前まで。I like using my one. It's very cute. セノさんのジョークより、旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。ブラー。固定観念だ。ブラー。長年にわたる。セノって、モンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。I really like how Kale said that. It's a big oof for Sino. 冒険者のセノだからな。Really? ん？面白くないか。それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。Are you that 師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか。とにかく予想外の話をしてくるんだ。My god, Tinari and Sino are like foo-foo right there. わかった。改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくる。これだよ。自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。That bruh face. つまりセノさんには二つの状態があるってこと？面白い。物質の転換みたいに自由なんだね。私も見習いたいな。That's not how you go about it.
そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて、Is this teasing contest right here? 旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな。うん、ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだってリサさんから聞いたんだ。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。外に出かけて新しい友達を作る。これはコレイにとってもいいことだからね。ラクラクダジュコレイ。はあ？今の言葉これコレイに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすればReally? うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレイの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから後で講義もできる。一石二鳥だよ。じゃあセノは？コレイの護衛だ。あ、oh, definitely. 口実だ。絶対口実だ。That's what he's good at. ん？七星召喚のカスタムカード裏面だ。あ？やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか。Oh, definitely. さすが俺の友。優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回った。それで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたんだ。スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。 Really? 白亜先生はモンド人だから運試しにモンドに行くといい。白亜先生ってそれなんだ、知り合いなのか。 Yeah, that's Albedo. 白亜を探すためにわざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。ごまかすんだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。あれ、俺のことばかり言うがお前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。もう認めちゃうのか。待て、白亜先生というのはまさか。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ、最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。余計なことは言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。なら名誉に思ってこの依頼を引き受けないとね。ああ、お前の先生って優しいな。ティナリさんと似てると思うよ。なんというか性格はちょっと違うけど雰囲気が似てるな。では後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、
だったらもっとジョークを聞いてね。 No, 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 no. ジョーク、俺のジョークを気に入ってくれたのか。 What the... 僕は結構好き。 Oh shit。 でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。うん、笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？一緒に見に行くか？よかった。そこしか焦げてなくて。鍋は洗ったらまた使えそう。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。Oh, definitely. あ、見てないと焦げるっていうのも、ピクニックではよくあることなのか？うん。セノさんには申し訳ないけど、別の日に改めて作るしかないかも。そうだ。ねえ、気づいてるかもしれないけど、コレイさん、なんだか落ち込んでるみたい。みんながおしゃべりしてる時も、あまり元気がなかったの。Wait, because of Amber? あのメモのこと、覚えてる？ Oh, that one. ふと思いついたんだけど、あの謎を解いて、祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人！そう。コレイさんなら、私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。うん、これはまた後で考えよう。実験の進捗も大事だけど、それよりも、コレイさんの喜ぶ姿が見たいの。いい考えだな。オイラたちも手伝おうぜ。本当？正直に教えて。あなたたちもあの予言は信じていいと思う？I wonder how。こいつの言う通りだ。 Wait, what? わかった。それじゃあモンド城の合成台で合流しよう。私は先に考えておくね。 Okay, now what? ただいま。惜しかったね。もう少し早ければ今の風車に関するジョークを聞けたのに。 No, I wanna hear that. やめてよ。5回目はさすがに勘弁。へえ、そう言われると逆に気になるぜ。 Yeah, I wanna hear it now. 一体どういうジョークだったんだ。 I know. そういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよね。いつ行くの？明日の朝だ。お前は予定はどうだ？山に登って散策したいな。植物の標本を採取したいんだ。 Really? 僕が付き添うっていうのはどうだい？僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだ。いたいた。 Yula, Amber。 ここに焚き火なんてあるわけないと思ったら。へえ、目がいいね。さすが偵察騎士だな。まさかうっかり焚き火のルールでも破ってたか？そうじゃないよ。焚き火の事前報告はなかったけど、錬金術師の二人もいるから目をつぶってあげる。お、そうそう、自己紹介がまだだったね。私はアンバーで、こっちは遊撃小隊隊長のエウルア。私の友達だよ。こんばんは。君たちはコレイの知り合い？よろしくね。ユラー、よろしく。アンバーとエウルアのことはコレイから聞いたことがある。 Wait, what? 本当？もしかして褒めてくれたの？前も言ったじゃないか。もちろん褒めたよ。 Wait, she knows about Yula? 何？基本的にいつも手紙が来るたびお前たちの話が聞ける。そうだったんだ、ありがとう。あ、コレイを迎えに来たんだった。この辺で失礼するね。行こう、コレイ。いくつか景色がいいところに連れて行ってあげる。あ、わかった。オッケー。相変わらず元気いっぱいだな。お？セナもアンバーのことを知ってるのか？ああ、以前会ったことがある。それにコレイの大事な友人だからな。俺たちは感謝してるんだ。アンバーの活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞ。
おお。え？もう遅い時間だ。明日も予定が詰まっているから、みんな帰ってゆっくり休んでくれ。Right. うん。僕も片付けを手伝うよ。Is that it? No. 金曜野郎にメモの内容を確認してもらいに行きたいのか？Uh-huh. Yeah, I figured that would be the case. ひひ。やっぱりオイラは分かってるな。この時間なら、あいつは酒場のあたりにいるはずだ。As usual.久しぶり。ベンティー。You're very sus. やっぱりまた酒を飲んでたんだな。早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは大事な話で来たんだ。などうなんだ。忘れたのかい。今はウィンドブルーム祭の期間中だから安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。 God damn it. じゃあ答えは教えないで、この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれ。つまりちょっとしたヒントが欲しいってこと。 And a blessing or two to boot. 君の答え気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。え？それから僕はランプがどこにあるかも知っている。何 the fuck? その4つを見つけたら場所を書いてあげるよ。優しいでしょ？はっ！どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。Yeah, expecting from the sus archon. お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。I mean, isn't that really what it is? 銀融詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。そうだ、すべてが終わったら一杯付き合ってくれるかい。これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。 Fine, fine. Island made you sus. So yeah, you're asking me if I...Why I say island? Because I actually spoken to him already. The island XD! 存在しない花。存在しない花。Isn't that Albedo right there? いい知らせと悪い知らせ。どっちが聞きたい？お、じゃあ悪い知らせの方かな。え？普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。とにかく風たちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ、やってみる甲斐はあるってそよ風が言ってたぜ。それって悪い知らせには聞こえないね。本当の悪い知らせは何なの。悪い知らせはオイラが食べた。あ、What is that supposed to mean? セノのせいだ。面白くなかったらセノのせいなんだからな。Oh my god. Sino rubbed off on Paimon. 大丈夫。安心したよ。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種といった方がいい。そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょ。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの。この命題のシーンは一体何なんだろう。うわぁ、もうやめてくれ。頭がパンクしそうだ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。 Like an anti-vet? Possibly.
And yeah, Alberto did make something like that. うん、アルベト先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは、試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。やっぱりもうちょっと自分で考えてみよう。風の花ってことはないのか？あ、そういえば、その可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。I remember that said, つまり、yeah. that being said, yeah. 本当の風の花は存在しない。これって方向性の一つかも。しっかり頭の中にメモした。帰ったら文献を調べるね。あう、ひひ、オイラ役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。Even a broken clock is right twice a day. ちょっと準備しないといけないから、2日後ここで落ち合うのはどうかな。Two days. 残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でも、オイラたちが3人でやってるってことを、コレイに教えなくていいのか？サプライズにしようかなとも思ったけど、期待させておいてがっかりさせたくないし、パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。この2日でチャンスを見つけて、私からコレイさんに伝えるね。うん。それじゃあよろしくね。Oh, okay, that's the first part. Alright. Alright, I needed to take a pee. The fuck is Mika doing here? ここが風流廃墟。風魔竜はどっちの空から現れるんだろうな。あれ？あの、誰だ？あ、すみません、ごめんなさい。邪魔しようと思ったわけじゃないんです。すまない、俺の癖なんだ。お前はモンドの人間だな。俺はセノ、モンドへ観光に来た。俺の方が邪魔したと言うべきだな。その、何かお探しでしょうか。風魔竜を待っている。ここに写真機まで置いてですか。ああ、風魔竜の英姿を撮影して絵の参考に持って行ってやろうと思って。そうでしたか。僕も一緒に探しますよ。風魔竜の出現には規則性があると聞いています。その出現頻度はどれくらいだ。あ、資料を見てからお教えするべきでしたね。ちょっと待ってください、ノートを確認しますね。うん。おお、瀬野さん、ずっとそうやって上を向いているつもりなんですか。問題ない、俺の首は丈夫だからな。しっかり支えられる。いやいや、そんな、やっぱり座りましょうよ。ブランケットを持ってるのでお貸しできますよ。必要ない。じゃあ、あれ、なんで僕まで上を向いてるんだろう。 Wait, did fucking Mika already appear in the story? I think he has. I was like, what the fuck is he doing here? セシリアの花は偏僻な高所にしか育たないから、気に留めないと普段はなかなか見られないって聞いた。標本にすれば長く保管できるけど、この生き生きとした美しさを持ち帰れないのは少し残念だな。じゃあ、土壌への適応力がより高いセシリアの花を研究するよう、僕からスクロースに頼んでみようか。名前は、風に4倍頼らないセシリアの花、あるいは五色セシリアの花回601号型スメール成長特製バージョンになるかもしれないね。それってジョーク？ No. 残念だけど本気だよ。それはなかなか楽しみだね。二択の結果が。この間の話に戻ろう。もしドドリアンの成分を解毒薬に入れたいなら、僕の意見は。 Oh, that's it? Really? They cut off the conversation right there.
Fucking hell. Where the fuck are they? Oh, there they are. 見たか？今、翼のでっかい鳥が飛んでいった。ティナリ師匠がいたら、絶対一目でそいつの学名とか、分類とか、それと習性だって言えるのに。私は、スメルにはいない種だとしか言えない。うん、じゃあ、スメールにはどんな鳥がいるの？迷彩鳥って鳥だ。色がすっごく綺麗なんだ。胸の前にある羽毛は熟れた夕暮れの実みたいで、翼の緑はミントの若葉みたいでさ、そいつら人を怖がらないんだ。私がよく行く木のうろ、大きな木の隣にな。 What the fuck is this? いつも迷彩鳥が一羽いて、じっと私を見つめてくるんだ。まるで私の言うことを理解できるみたいに。前に風切り羽を一枚拾ったことがあって、触ってみたこともあるんだ。結構細かく観察できてるじゃない。日常への愛もあるし、ため息をつく力をこういう場所に使ったら。もうエウルワって時々ちょっとひねくれた言い方をするの。コレイは前半だけを聞いてればいいからね。うん、エウルアの言ってることわかるよ。確かにその通りだ。なあ、魚食べたくないか？あっちにたくさんいたみたいだからさ。じゃあ魚を捕まえる競争をしようよ。私負けないよ。もう景色を見るって話だったのに、なんでまた競争の話になるのよ。ちょっと待ちなさいよ。 Powerpuff Girls right thereSit through here. Oh, there she is. Yo, 旅人。ここで会えて嬉しいぜ。セノが遠出するってんでさ、私に部下と一緒に仕事をしてくれって頼んできたんだ。まあ、代役ってとこかな。今はもう、教練員の雰囲気もだいぶ良くなったし、たまにならここに来るのも悪くないかもな。あんたも結構やることがあるんだろ。頑張れよ。 Now I need to go visit Candace. セタレさん、お菓子でも食べて少し休憩しましょう。セタレさん？あ、ありがとう。ごめん、集中してて君の声が耳に入ってなかった。大丈夫ですよ。興味を持てる仕事をできるのはいいことです。本当にごめんなさい、こんな風に付き合ってもらってしまって。ラフマンさんは最近旅団の方で用事があるみたいですし、私が代わりにボディーガードをするのもいいでしょ。それに私もボディーガードをするのは初めてです。ええ、リシアが普段どんなことをしているかの職業体験ということにしましょう。自分で仕事をこなせるくらいの力はあるから、セノさんには自分の仕事に専念してもらっていいって伝えたんだけど、私のように砂漠での教育に身を投じるものは珍しいから、付き添いの者がいないとこの一帯では行動させられないって。慎重すぎるわ。大マハマトラの頼れるところはこういうところですよ。私も彼の考えに同意するから、こうしてあなたを守っているんです。アール村にとどまっている間、私たちにとってあなたは仲間なんですから。どうか負い目など感じずに、ここにいる時間を楽しんでください。 Okay. If I sound a bit weird, that's because last night I had a party to attend and I drank so much. So here's the next morning and I'm so croaky, I'm so sleepy still. But I wanna do it. 約束の日だぞ。交流しようぜ。スクロース来たぞ。あ、wow, it's just right there. 旅人さん、バイモン。私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事をしてたの。あ、そうだ、コレイさんがさっきここを通ったんだけど、宿屋で片付けをしてるから忘れずに声をかけてって。 And the others?Where's Sino and Tinari? Tinari さんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。ああ。まあまあってところかな。
考えを変えたら新しい方向性が見えてきて、簡単に説明するね。私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。つまりだよ、予言を書いた人はそれを読んだ人の知力を試したかった。でも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ということは、今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつを挙げていけばいいってことだよな。うん、命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。4つの命題それぞれに候補者を選ぼう。 Four groups of names? え？じゃあまず1つ目から始めようぜ。1つ目の命題は確か存在しない花だったよな。私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生はこの方面の専門家だもの。そうだぞ、スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。もしかしたら存在しない花って種が4倍大きいスイートフラワーのことかもしれないし。え、私の？あ、そうだ、キナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。もし何か花を探すんだったらあいつに聞くのが一番早いだろう。うん、じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目、命題は絶対に迷わない道案内人。 Is that Amber? すごく抽象的だな。絶対に迷子にならない人って言いたいのか。 Either you love or Amber. その上、人のために方向を示してあげられる人か。 Okay. あんまり簡単じゃなさそう。あ、モナのことだよな。確かに入りそうだぞ。モナさんなら、そうだね、腕には自信がありそうだし、占いで人に方向を導いてあげられるね。ベネットは入らないか。ん？ほら、ベネットの運って相当悪いだろ。つまりあいつと逆の行動をすれば正しい方向が見つかる。まあ、パイモン。そうだろ。Come on, Paimon, you're already gaslighting him. Stop it. 確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし、候補は少ないより多い方がいいぞ。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかな。あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。そういえばオイラとこいつも初めてモンドに来る途中で道案内してもらったぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか。Thinking of Yola. 考えてみるね。Yola. あ、もしかしたらもう一人いるかも。アルベド先生はセピュロス騎士団遊撃招待のミカさんにフルセットの装備を作ったことがあるの。ミカさんはその隊の測量士なんだけど、道を探すのも結構得意だよ。他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし、人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。 Okay. 待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。二人ともごめんなさい、場所を変えて話してもいいかな。Okay. うん、コレイの状況を確認しに行くんだろ。一緒に行こうぜ。
Here we go, part two. コレイさん、早く来ちゃってごめんなさい。大丈夫そう？うわ、スクローズ、私、今準備してて。ん？なんだ？もしかしてもう約束の時間なのか？本当にごめん。私。気を楽にして、私たちも合流したばかりだから、道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。うん、お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調に進んでるか？まだ話の途中だったから続きを話そう。次は三つ目だったよな。嘘をつかない人、誰か思いつくか？え、どうかな。あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。 Yeah, you're kind of true, because he is Batman.じゃあ、ガイアは人当たりが良さそうな騎兵隊長だけど。いやいや、お前もけどって思ってるんだろ。あいつを見る限り、めちゃくちゃ嘘が上手だぞ。絶対にしょ。返す言葉もないよ。Have you forgotten, Paimon? We just did Carry Bear. 銀融野郎。あの銀融詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。毎日嘘ばっかりだもんな。他のやつは？代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと、身近な人の面倒を見るためにたまにいろんな方向からみんなをフォローすることがあるの。 Wait, why are we following the line that somebody's telling the truth but they can also lie? Why?例えば、リサさんが図書館に入り浸っていたせいで、パトロールの時間を逃しちゃった時なんか、ジン団長は、リサは今、体調を崩してて、とか言ってあげてる。あとは、クレイちゃんをあやす時も、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。これって、基準を満たさないことになっちゃうのかな。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのって、なんか…オイラたちが厳しすぎるんじゃないか？私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。I don't think so. コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて、凛としてて、見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけど。 Imagine she just appears out of nowhere. だいぶ前、彼女が錬金場を通ったことがあって、私にアルベド先生のことを聞いてきたの。その時、アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、そしたら彼女はなんとね、アルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよ。当時の彼女の表情はまるで、特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で、全然目的を隠そうとしなかったの。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなって。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。なんか嘘をつく必要があったら、そのまま手を出しそうな感じっていうかさ。私もそう思う。それに、教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときって、いつも急にいなくなるらしくて、言い訳すらしないんだって。すごいやつだぜ。はい、あいつをリストに入れようぜ。 Why are we just listing down names? それなら、セノさんも入ると思う。うんうん、セ
セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし。Oh yeah, he's very frank. ルカリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。He's very frank in a lot of ways. じゃあもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。I guess だろ、yeah. 私ももう一人思いついた。Oh yeah, there's a well. あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。うん。待って、あと一人、年中合成台の隣にいる。え？ティマイオスのことか？うん。What about him? 彼は、その、実は、あの、ティマイオスは最近恋愛にのめり込んでいて。Oh, this is the thing with Yingar, huh? 誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。こいつ、好きなやつができたのか。 It's Yingar. We've been on that event. うえー、誰だ？あ、お前は知ってるのか？ We've been there 5 months. 私もまだ会ってないの。ただ、リーユエ出身としか。ティマイオスが言うには、話がとても面白くて、雰囲気も素敵で、顔立ちもとても綺麗な人なんだって。I know who that is. そういえば、ティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。Wait, you're gonna invite her to Mondstadt? Damn. でも、そういうことって、どう手伝うんだ？女の子への手紙にはどんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか、お礼にって新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？ Where are we getting at, by the way? とっても見た目が素敵だよ。What is that supposed to mean? それじゃ意味ないだろう。ふん、いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。それじゃあ最後は、永遠に終わらない伝説だね。永遠に終わらない伝説？これを聞いて誰を思いつく？リサさんとか？図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ。伝説とかって本の形で記録されるもんだよな。I'm not sure. 確かに伝説といえば子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ？ティナリとの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ。Oh. 私も入るのか？もちろんだよ。メモするね。私は錬金物質図鑑、分析と活用、不思議な合成原理とか、生命の推論みたいな類の本が好きかな。そうだな。タイトルもよくわからないぞ。It's the deep shit. もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だから、きっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだ。よし、じゃあクレイも追加しよう。Okay. そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関することを聞きに行けばいいよね。みんな探すのか。結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？ Oh, その方が効率がいいと思う。いいぜ。あと情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。
旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから二人が一緒で私とコレイさんが一組ね。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。アンスキュー、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。 Wait, are we really gonna ask everybody? Huh? まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。拠点、なんだか面白いな。今日ねじろもうちょっと違うよね。それかアジト。Oh jeez, we're not using the traveler for once. What about their artifacts though? Ah, for fuck's sake. Wait, what happens if I go outside? I want to see if it's something dumb. Okay. Yeah, they won't come outside. Damn it. Oh, here we go again. Lisa-san のアジトに着いたよ。なんだか私、間違った単語でスクロースを引っ張ってきちゃった気がするんだけど。It's okay. Lisa-san, あれ？え？おら、Go there。スクロースにコレイ。どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。もう頼むからさ、そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国でダジャレキングにでもなるつもり？あれ、リサさんはいないの？驚いたかい？彼女は外出中なんだ。今は資料を調べている僕たちしかここにいない。俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただ先輩を探しに来て当てが外れただけだ。リサさんってセロさんの先輩だったんだ。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。俺たちはソロン派の学生なんだ。なるほど。って、違う、今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど、皆さんの意見が聞きたいんだ。どんな予言だい？なるほど。この二人を探していたのは存在しない花のためで、俺を探していたのは嘘をつかない人のためか。ああ、その慌てて答えを出さなくてもいいよ。ただみんなにこのことを知らせに来ただけだから、ゆっくり考えてくれていいから。何か手がかりがあったらスクロースボックスまで手紙を書いてくれたら嬉しい。スクロースボックス？スクロースボックス、うん、来る途中で考えたの。この問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど、研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高い。二言三言じゃ説明できないと思って、だから合成台の隣にメールボックスを作って、みんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたの。でもスクロースボックスって呼ばなくてもいいんだ。スクロースとコレイのボックス、スクロースとコレイ並びに旅人とパイモンのボックス、そう呼んでもいいと思う。Jesus. こんなところで列挙法を使わなくても。確かにいい方法だね。口頭で言うよりだいぶ便利そうだし。Yeah. 嘘をつくかつかないかなんてそんなことは普段口にしないだろうしな。わかった。なら僕たちも準備し終わったら手紙を君たちのメールボックスに入れておくよ。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて他の人を探しに行こう。うんうん、メモしたよ。 Those girls are getting along. 二人とも内気な性格なのにこんなに仲良く付き合えるなんて。コレイはモンドに戻ってきてから
人にツッコミを入れることが多くなったと思わないか。確かにちょっとね。外へ出かけて昔の友人と会うことは体にも心にもメリットのあることだよ。かつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのもとても有意義なことなんじゃないかな。ああ、うん、だが俺が初めてコレイに会った時、あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ、あの子は本来活発な子なんだ。ただいろいろ経験してしまったからこそああなってしまったんじゃないかなってね。モンドへ来て植物を探すのも画家を探すのもこっちの2つの方が口実だったんだね。そうとは言えない。コレイも七星召喚もどっちも重要だ。こういう時は素直にそうだって答えられないわけ？ちっ、ああ、お前の言う通りだよ。確かに俺たちはコレイのことが心配だった。あいつはこっそり何回かモンドへ来ていたが、あまり気分が変わったようには見えなかったからな。 Since when? もう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。スクロースの助けでそのわだかまりが解けるかもしれないと僕は思うよ。それはスクロースの指導者としての自信？そうとも言える。そういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールの全ての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。 Finally, they have another reference with Sumeru as having knowledge as a sort, as a resource. スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃない。まあ僕たち3人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけど、まず一緒に論文を書いたりしないしね。なるほど。論文というのが学術課程の核なんだね。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。純粋で汚されていない、何の学術の力も介入していない兄弟関係。あんまり認めたくないけど確かに間違ってはいないかな。理解できるよ。僕にも妹がいる。兄が妹を守るのは当たり前のことだ。君たちが言ったことは全て僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた。家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ。同じ目的のために築いた家庭の方がもしかするとかえって堅固なのかもしれない。それはそうと、二人はどっちの方が年上なんだい？ Oh, you finally get to know this. その話題はやめておこう。Oh, come on. They're less. 年齢から見ると、もちろん俺の方が兄だ。Hey. ただ、こいつが認めたがらないだけだ。君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。それか、コレイを一家の姉にしてもいい。ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は七星召喚で後手を引いた時だけだ。ブラー、 They're meeting their family. I sign on their fans are gonna be so screaming. Oh, it's just us this time? Okay. あっちはあいつらに任せようぜ。全部が順調にいくといいな。Look how they're walking. オイラたちはまずどっちに行けばいいんだっけ？ Wait, I want to see them go off. Where are they going? Are they gonna go left? No? Damn it, they're gone. Oh wait, they did go left. あ、告知板のところに行ってみようぜ。昼間だったら近くには人が来るはずだし、もしかしたら探してるやつが見つかるかもしれないぞ。
I want to try something. I want to try something. Let's see if they're in here. Well, are you kidding me? They're not here. Oh, what a coincidence. They're all there. Oh, it's Lisa. I thought it's Mona. Hello, everybody. Oh, 旅人にパイモン。久しぶりだな。元気してたか？ひひ、元気だったぞ。はい。可愛い子ちゃんたちがこんなに驚いているのは、私のせいなのかしら？ Maybe。師匠、いつもの場所にいない。私だって椅子に生えているわけじゃないもの。たまには外へ出てお散歩しないと。ミカ、今日はちょうどミカも来ているから、ベネットとレザーを紹介しようと思って。お互いよく外を回っている身だから、知り合っておくと何かと便利でしょ。こんにちは、ミカです。よろしくお願いします。緊張すんな。そうかしこまらなくてもいいぜ。こいつらとはもう長い付き合いなんだ。みんないい人だぞ。Yeah, we're cool。 ウィンドブルーム祭楽しい。オイラたちまだ遊んでないんだ。ある予言の調査を手伝っててさ。予言って何の予言だ？いい予言ですか、それとも悪い予言？あら、面白そうね。 I know。 お前らのリストには俺まで言うのか。俺で本当に役に立つのか？自分を信じる。Hey, nice words。 そうですよ、自分を信じましょう。ベネットさんはすごい冒険者なんですから。よし、じゃあ俺は大胆に意見を出すぞ。けど俺ちょっと言葉にするのが苦手だな。今すぐ考えをひねり出さなくてもいいぞ。スクロースがモンドの合成台の隣にメールボックスを作るって言ってたから、手が空いてる時に考えを書いてあの中に入れてくれ。とても行き届いた効率的な考えね。さすがスクロスちゃん。少し考える。待って。 OK、 他のやつにも知らせるんだよな。じゃあ先にそっちを回ってきてくれ。俺たちのことは気にしなくていいから。準備が終わったら手紙を出しとくよ。じゃあ先に行くぞ。 Wait a minute。Does that mean Rosaya, Kaya, and Diluc are out of the picture? And also Jean? And where the hell is Barbara? 次は星拾いの崖のあたりへ行ってみようぜ。What? もしかしたら人がいるかもしれないし。Star Snatch Club? 悪く人に会えなかったとしても、高いところなら視界が開けるから人探しも楽になるしな。I guess we can... 可愛い子ちゃんたち、お疲れ様。あまり無理をしてはダメよ。疲れたら、お姉さんのところで一休みしてお茶でもしましょう。お、私のノートによると次の場所はあっちだな。 Where is this? じゃあ私についてきて。Where are they visiting next? I believe we're actually... Can we leave? Oh, come on! Really? Is that Noelle? It's Noelle, Amber, Yula, and Klee. Yokatta! Dareka iru mitai. Amber! Sore ni... Eura mo... God damn, why is it people in groups today? Are? Skuro-san, nee-chan! Sore ni, nagai muffler o maiteru o nee-chan ma! Kawaii. Kore! Chodo anta no hanashi o shite ta tokoro dattan da. Kanojo no koto wa mada shiranai yo ne. Shoukai suru ne. Kono ko wa Noelle.セピロス騎士団のメイドさんなんだ。What's with that face, Noelle? Why do you have like... Why do you have eyes like that? It sounds like you're a bit smug right there. コレイ様、
こんにちは。過去にもモンドにはお越しいただいていたようですが、その時はご挨拶ができなかったので、こうしてお会いできて光栄です。こんにちは、コレイだ。そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。別に今は外交の時間ってわけでもないんだから。Apparently, people have been making fan arts of who's who for Amber. It really boils down to Yola or Kole. But when I look at this event, they seem to be getting along. And I like it. Kurei-chan, why are you here? Are you going to eat the fish? It's different. Kurei is now patrolling with everyone in the Kishidan.Oh wow, that's quite rare. If I look at Korei, it's all women of the knights here. I've heard about it before, but to see such young knights here is really surprising. Korei, what are you doing? I'm in the forest of Abidia. I'm doing a Minarai Ranger. Minarai? I'm not a official Ranger yet.準備中っていう意味だな。Yeah, that's the best way to say it. 私と同じですね。私もセピロス騎士になれるように精進していますので。When will that happen? パトロールとは言ったけど、別に正式なものじゃないの。というより雑談の方が近いかしら。I like how I trash talk Noelle a bit, but that's just because her hangout doesn't do jack shit towards her training to become a knight.緊張するんじゃない、コレイ。すぐに話題を見つけてみんなの輪に入るんだ。慌てずに落ち着いて。アンバーたちに会ったからっておどおどしちゃダメだ。緊張すんな。当ててみようか。最近来たお客さんのことについて話してたんでしょう。そうそう、近頃町にスメールのお客さんが何人も来てるでしょ。だからみんなでこっそりサプライズを用意しようって話してたの。アンバ。お。うわ、あ、ごめん、私ついうっかり。どんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。で、ダメだ。今は何を話したらいいんだ。思いつかない。実は私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだ。何何、どんなサプライズ。クレーム聞きたい。スクローズがきっかけを作ってくれた。よし、この勢いに乗って。面白い予言ですね。ただ私には全く見当もつきません。なるほど、君たちの代わりに情報を集める人が必要ってことね。私も協力するわ。ありがとう、エウルは。友人なんだからそう遠慮しないで。急いで返事を考える必要はないから。合成台の隣にメールボックスを用意するつもりなの。手がかりを見つけたらいつでも手紙を書いてそこに入れて。うん、クレー書くよ。クレー、面白いね。No. She got a boom boom back on the box. みんなで思いついたことを書いてそこに入れましょう。安心して私たちに任せて。けどその前にまずはパトロールの順路を回らないと。どこを回るの。今日は暴風山地からモンド城の城門までだよ。あんたたちに用事がなかったら誘いたいところだったけど。気にしないで、またパトロールはあるだろうし、予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよ。Now that I think about it, these two are very similar. They have green hair, they're both shy, they're both trainees, and they have masters, and their element is corresponding to their own nation. Yeah! Ah! Ah! そうだな。じゃあ、私たちはそろそろ行くから。またお会いしましょう。お気をつけて。I want to see some Sucrose and Kole fan arts now.コレイさん、大丈夫？そん
なに丸わかりだったか。そういうわけでもないけど、ただ何か心に抱えてるのはわかったから。つまりバレバレだったってことか。はあ。They're both really similar. They both recognize each other. Damn it. Oh, I love it. もし悩み事があるなら私に言って。相談に乗るよ。スクロース。あ、私、実は、アンバーたちとどう接したらいいのか、ちょっとわからないんだ。でも、仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達として、とても大事に思ってる。私にもよくわからないんだけど、考えれば考えるほど全部私自身の問題なんだと思う。昔モンドにいた頃の私は未熟で、警戒心が強くて誰に対しても強く当たってた。でもアンバーはそんな私を追いかけて友達になってくれたんだ。アンバーがいなかったら、私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ、彼女のことを誰よりも慕ってる。アンバーの真似をして、アンバーみたいになりたいと思ったんだ。でも、時間が経って、やっと分かったことが一つある。私は、アンバーにはなれない。むしろ、そんな考えを持った自分がおかしかったんだ。私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった。私の性格ってあんまり良くないし、上がり症だし、いろんなことを考えすぎちゃうし。コレイさん、そんなこと言わないで。スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？ほほう。It's some lovely scenery. おお。この子の状況は、大まかに聞いてはいたけど。でも、なんで彼女がこんな目に遭わなきゃいけなかったの？ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私、自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって、私からすると、認めてもらえたってことなんだ。だって私、その、もう気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。それに、自分の興味がある話題だと、のめり込んでよく話が止まらなくなるし、でも、前に私が錬金術の話をしても、あなたは全然嫌がらなかった。だから、あなたがこういう話をしてくれて、むしろ釣り合いが取れた感じがするの。Damn! Sucrose and Colay! Friendship plus 100! さっきの話を聞くまで、あなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。つまり、私たち似た者同士なんだよ。Yep. 本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって普通の人よりも気力を何倍も使うものだから、言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。うん、すごくわかるよ。それに
天才から指導を受けるのが簡単じゃないってこともね。Not gonna lie, when I talked about the similarities between them, it was just a personal observation. I didn't expect for it to get expanded just like this. あなたと出会うまで、ここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私、人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。話題なんて何も考えずに、ただ一緒に座ってればいいと思う。Oh my god, is this a new ship? Just kidding. スクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。もしかしたら本当に彼女の言う通りで、私たちって似てるのかも。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど、今日は隣に仲間が一人できた。モンドの風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲、私の試験管に似てると思わない？ No. ああ、私は思わないかな。ごめん。そっか。じゃあ私たちって、まだ少し距離があるのかも。少なくとも、物の見方についてはね。スクロース、ありがとう。言葉にして、だいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと、種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな。チーズ味とトマト味があるんだけど。うん、チーズ味にするよ。はい、フレンシップ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。あのまま二人で座っててもらいましょう。そうだね。コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。彼女の過去を全く知らなかった新しい友達だから。よくわかんない。何が違うの？全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。人ってね、いろんな友達からいろんな力をもらわなきゃいけないの。今のコレイには私一人だけじゃ足りないんだよ。Oh, we're back to normal. I wonder who will be here. There's nobody. 星拾いの崖に到着だ。ここにオイラたちの探してる人はいるかな。 Wait, how can we be sure that someone is here?助けてくれ。頼むから絶対に手を離さないでくれよ。チッ、サリア、何の騒ぎだ。早く見に行ってみようぜ。ティマイオス、それにロサリアとモナ、一体どういう組み合わせだ。私も聞きたいです。これは一体どういう組み合わせなんでしょうね。久しぶりね。その様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。おお、少なくともそこで地面に倒れてるやつよりかは元気に過ごしてたな。 Why is Tobias underground? そんなこと言わないでくれ。僕だって人生を謳歌するために頑張ってるんだから。よく言えたものですね。もしこのシスターさんの助けがなかったら、今頃重傷を負って最悪死んでたかもしれないんですよ。
もちろん分かってるさ。本当にありがとう。どうお礼したらいいか。気にしないで。別に手間がかかったわけでもないから。確かに手間はかかっていませんね。手を持ち上げるだけでティマイオスが落っこちそうになってたのを救ってましたし。何があったんだ？ティマイオスが崖から落ちそうになってたのか？実は今日僕が星拾いの崖に来たのは花を摘みに来たからなんだ。でもその途中でモナさんに会ってね。彼女は先生の番を見ると危険な目に遭う可能性があるから山には登らない方がいいとアドバイスしてくれた。けどお前は登ったんだな。 Wait, what the fuck is Mona doing here? And what is Rosaria doing here? そう、なぜならやらなければならないことがあったからね。はあ、大切な人に花を贈るためだけに命を捨てるんですか？さすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね。別に死を求めてなんかない。僕だってこんなことになるとは思ってなかったんだ。モナさんが危険な目に遭う可能性があるって言ったから、ただ気をつけてれば大丈夫かなって。本当にすまない、悪かったよ。だが聞いてほしい。ウィンドブルーム祭は愛を渇望するモンド人のためのものだろ。僕はその愛を追い求めるために来たんだ。お？はいはい。で、ロサリアはどうしてここにいたんだ？人の少ないところを探して静かに過ごそうと思ってたら、つい人助けをしちゃっただけよ。なるほど。だから水浦の番の示した結果が完全に危険なものではなかったのですね。そうだ、旅人とパイモンは星拾いの崖に何で来たんだ？オイラたちの運を試すためだぞ。今日はいろんな人を探すためにあっちこっち走り回っててな。あ、そうそう、ちょうどお前たちのことも探してたんだ。え？そういうこと。じゃあ私たちは手がかりを見つけたらそれをメールボックスに入れればいいのね。そんな予言が。しかもまさか僕まで参考の対象に入るなんて。けど僕が恋してることってみんなもう知ってるんだね。今日ここに来たのもその好きな女性に一番似合うセシリアの花をプレゼントするためだったんだ。彼女は。ストップ！そんなの誰も聞いていませんから、勝手にその人の話を始めようとしないでください。バレたか。手がかりが必要でしたらこの天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう。私の直筆の手紙を待っていてください。君たち忙しいんでしょ？これ以上引き止めないから行きなさい。ああ、じゃあな。よし、とりあえず戻ってみんなと合流しようぜ。 Wait, is that really everyone? We're not gonna meet with Kai and Dealer? And Jean? And Barbara? もちろん。ありがとう。はあ、本当に恥ずかしい。戻ったぞ。けどお前たちの方が早かったみたいだな。お疲れ、うまくいったか？I guess, yeah. 話は全部伝えてきたから大丈夫だ。こっちは少し早く戻ってこれたから、さっきまで一緒にメールボックスを作ってたの。今日はついてるんだ。近くのお店から材料を全部タダで譲ってもらえたの。コレイの指に木のトゲが刺さっちゃったのは申し訳ないけど。平気平気、いつもウリンで活動してるから木のトゲなんて問題ない。手当てだって済んでるし。今日やっておきたいことは全部終わったから、あとはみんなが手紙を届けてくれるのを待つだけだね。Mm-hmm. 旅人さんとパイモンはゆっくり休んでて、メールボックスは私がチェックしておくから。スクロースってアルベドと同じで頼もしいよな。お前らがいるとオイラたちも楽できるぜ。そんな、照れるよ。それよりもうお腹ペコペコだぞ。
旅人、ご飯をおごってくれよ。あ、いや、あ、私はスクロースと一緒に余った材料を店に返してくるから、早くご飯を食べに行ってこい。お腹を空かせすぎると体に良くないしな。うん、今日はもう解散して大丈夫だよ。準備ができたらまたここに集まって情報をまとめよう。おい、Who is this? うん。Who was that? That's a new one. Get the fuck back here. Damn it. Who was that? I wanna know. これとこれ。あとそれも。だって本当にお腹が空いてたんだから仕方ないだろ。それにお前も食べるわけだし、別に独り占めってわけじゃないぞ。I would rather think not, because you're quite the vacuum cleaner for food. The stuffy stuffy faces. Yeah. 品物は全部用意できた？じゃ、午後5時に私の家でいい？ああ、もちろん。酒と燻製ハムを用意したから、お前の親も喜ぶと思うぞ。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから、私の家ではハムを食べないってそろそろ覚えてよ。ベーコンしか食べないんだけど。今日は牛乳を買って帰らないと。暇なら私のところへ来てちょうだい。景色を見てるの？ベンティ。銀洋野郎、お前もご飯を食べに来たのか？おごってくれるの？残念、君たちと会う前にお酒を飲んだばっかりなんだ。だからその気持ちは心に留めておいて。これからも機会はたくさんあるだろうしね。それよりいい知らせを持ってきたんだ。感謝してよ。いい知らせ？見ればわかるさ。これは、ん？なんだこれ。今の君たちに一番必要なもの、予言にある謎の答えだよ。ん？何？その地図が示す場所に行けば、君たちの探しているランプが見つかる。ただ、僕が君なら、自分から答えを一方的に明かしたりはしないかな。知っての通り、この答えのためにかなりの人が頑張ってるわけだしね。秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。確かに。とりあえず、僕からは以上だよ。二人とも忙しいよね。予言のことが片付いたらまたおしゃべりしよう。もし暇なら愛の歌の授業をやってもいいし。またそれをやるのか？でも今年は他に生徒がいないから、君たちに参加してもらうしかないかな。それじゃまたね。Alright. 自由野郎に会う旅、いつも自由気ままな感じがして羨ましいよな。What do you expect from a lazy bones? お話いいかしら？ん？お前は。こんにちは。私のことはスカーレットと呼んでちょうだい。君と同じで、よそからこのモンドに来た旅人よ。ん？一杯ジュースをおごるけど、どう？そう。けど、私の行為を否定しているって。ってわけじゃないみたいね。旅でたくさんの人と出会ってきたのがわかるわ。そんなのがわかるのか？オイラたち実は経験豊富な冒険者なんだ。ええ、だからこうして話しかけたの。さっき商店街で買い物してた時に、たまたま君たちが錬金場の近くで話してた内容が聞こえてきたの。ある不思議な予言を調べているのよね。まあ、確かに不思議な予言だな。それって、
とてもモンドらしいものだと思わない？だから失礼を承知でお願いするのだけど、もし答えを見つけたら私にも教えてくれないかしら。予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるの。私は遠い異国の生まれなんだけど、私の家族や友人はモンドで長いこと過ごしていたことがあってね。モンドはロマンあふれるいいところだから一度見てみるといいって勧めてくれたのよ。つい最近偶然その人と関係のある記念日だったから、こうしてわざわざ足を運んでみたってわけ。彼女が目にした景色を見てみようと思ってね。で、お前はモンドのことをどう思ったんだ？確かにロマンと自由の名に恥じない場所ね。ひ、オイラたちもそう思うぞ。じゃあ予言の件は？ありがとう、いい人ね。君みたいな人と知り合えて嬉しいわ。それじゃあこれ以上は邪魔しないでおくわ。二人はゆっくり楽しんで、いい一日よ。That's out of nowhere. Who is she? あの格好、確かにモンド人じゃないみたいだ。あいつの故郷ってどこだろうな。That's so sus. 私のために存在しない花を見つけておくれ。私のために絶対に迷わない道案内人を探しておくれ。私のために嘘をつかない忠実な人を訪ねておくれ。私のために永遠に終わらない伝説を求めておくれ。自由に見えるこのモンド城でも、君みたいに私の後ろを密かに追跡する人がいるなんてね。君にもいい一日よ、お姉さん。That's so sus. Who is she? Oh no, really? Seno-kun, 久しぶりね。ウィンドブルーム祭の時期にモンドであなたと会えるなんて、とんでもないサプライズだわ。俺がモンドに来たことは、リサ先輩もとっくに知っていただろ。あら、やっぱりあなたには隠し通せないわね。でも、いずれまた会えると分かっていたから、自分から会いに行こうとはしなかったのよ。ああ、先生も言っていたが、俺たちのように同じ意志に従う者は、必ずまたどこかで再会する。ジュライセン先生の話はいつも死守に富んでいるわね。私は先生のそういったところを多く受け継いだけれど、セノ君は、うん、やっぱり先生の型破りなところにそっくりね。リサ先輩、俺も今や大マハマトラだ。その言い方はいささか不適切と言える。それに俺のジョークは先生よりもはるかに出来がいい。あら、そうかしら。あなたはモンドじゃただの冒険者セノだって聞いたけれど。確かにその通りだ。この時期のモンドは悪くないでしょ。ああ、とてもいい場所だ。今回の旅を通して先輩が学院を去ってここに戻った理由が少しは理解できたよ。ええ、あなたの先輩はいつだって聡明なのよ。先生も先輩のように融通が効いたらよかったんだがな。きっと人生の半分をもっと楽に過ごせていただろうに。頑固とは百害あって一理なしだ。まさか退任した先生の悪口を言えるほどになるなんてね。どうやら先生もいろいろと変わったのかしら。ただまあ、頑固に関しては大半の学者がそうだから仕方ないわ。そういった雰囲気があなたに影響を与えないことを私も願っていたの。だからあなたにはモンドを見てもらって自由を体験してほしかったのよ。コレイちゃんのことは聞いたわ。幼少期の影響がまだ完全には消えていないようね。でも今回彼女に会ってみたら前よりも断然良くなっていたわ。あなたも彼女の先生って言えなくもないんでしょ。あなたたちって
結構似ているところがあるわよね。何しろヘルマヌビスの力はあなたにも苦痛を与えていたんだから。もうすべて過去のことだ。ましてや先生も上が望んでいたように砂漠の民である俺を祭祀の力の実験品として扱うことをしなかった。それに俺が今の暮らしを手に入れられたのは先生のおかげだ。俺を引き取り知識を授け、スメールの生活に溶け込む術を教えてくれた。感謝しかない。あなたにはとても才能があるわ。でも才能は時に呪いにもなるの。けれど先生がそれほど頑固でなくなったのは、学生であり養子でもあるあなたがいたからというのも事実ね。先輩として二人のことをとても嬉しく思うわ。はあ、こうしてふとした瞬間に真面目な話が続く感じ、本当に懐かしいわね。それだけ？現実には、okay. リサ先輩も我々の一員であり、いわば一家の長女のような存在だ。姉が父親の話し方を受け継ぐのは至って当然のことだろう。なら私のことは先輩じゃなくてリサお姉ちゃんって呼ぶべきね。それは遠慮しておこう。小さい頃みたいにもじもじし始めちゃってどうしたの？ Okay. All right, time to the last part. I heard this is the good shit. 時間だな。合成台の近くにいるスクロースとコレイに会いに行こうぜ。あ、wrong team. What's up?旅人さんにパイモン、ちょうどいいところに来てくれたね。メールボックスに手紙がたくさん届いてたから整理しておいたよ。おお、すごいな。 I'm glad Klee didn't blow up the box. やるべきことをやっただけだよ。それじゃあどれから知りたい？え？ We get to choose. じゃあ存在しない花に関する手がかりを簡単にまとめるね。Oh, thank you, Sir Chris. きなりさんは存在しない花をパラドックスだって考えてるみたい。アルベド先生は答えを保留して直接会ってから話すって。私の答えはというと、存在しない花は花の形をした時計だと思うんだ。次は絶対に迷わない道案内人についての手がかりだ。モナは一緒に予言の背後にある秘密を見届けに行きたいって書いてる。ベネットは私たちにフィッシュルかモナ、もしくは旅人に会いに行くようアドバイスしてる。ミカからはそれほど手がかりがないけど、ティナリ師匠に植物の分布図を書いて、セノさんにはトワリンの出没する周期表を作ってくれた。それからアンバーは手紙にこう書いてる。自分は誰を導くものでもなく、みんなの友達だって。嘘をつかない人に関する手がかりはね、ロサリアさんが自分は適任じゃないって主張していることと、セノさんとレザーさんが私たちの探検に同行してもいいって書いてくれてることだね。ティマイオスは私たちに手紙を届けてくれてないみたい。最後は永遠に終わらない伝説に関する手がかりだ。クレイはママの友達に物語の本を書いてる人がいるって教えてくれた。リサさんは伝説は人々の心に永遠に残るものだと考えてるみたいだ。私はというと、永遠に終わらない物語には希望と夢が満ち溢れているものだから、受け継いでいく必要があると思ってるよ。I'm not sure, really. それでこれらの手がかりにはどんな答えが隠されてるんだよ。ファイモンの知恵があればすぐに思いつくはずだ。wow, really?私たちが思う一番いい答えを交換し合おうよ。This will be hard. 待ってくれ。
キマイオス。finally。どうしたの？ごめん、時間がなくて手紙を書けなかったんだ。みんな、僕は多分嘘をつかない人になれるかもしれない。ほう。え？また唐突だな。Really now。別に信じないわけじゃないけど、一旦落ち着いてちゃんと話してくれないか？ああ。Catch your breath, dude。僕とウグイスさんのことはまだ覚えてるかい？ Rings a bell. Well, definitely, I remember that shit. 簡単に話すと、ウグイスさんはポーション研究の時にすごく助けてくれた人なんだ。あの交流以来、僕たちは文通を続けて。スクロースが言ってたリーユへの女の人ってウグイスのことだったのか？キマイオスって毎日合成台の前に立ってるから、てっきり研究に打ち込んでるのかと思ってたぞ。実際はウグイスに手紙を書いてたんだな。もちろん打ち込んでる時だってあるよ。いつも手紙を書いてるわけじゃない。それに僕たちがやり取りしてる内容はどれも高校とかポーション、錬金術といった真面目な話なんだ。話を本題に戻そう。何ヶ月か前、僕は天に向かって誓ったんだ。ウグイスさんと結ばれるまで絶対に嘘をついたり無意味なごまかしをしたりしないって。で、お前が星拾いの崖でセシリアの花を摘んでたのもウグイスにあげるためだったのか？その通り。セシリアの花言葉は遊興者の真心。これを僕の好きな人に捧げたいと思ってね。ウグイスさんは経歴も見識も僕より上だ。それは十分わかってる。でもたとえそうだとしても、必死に努力して勇敢な男に僕はなりたい。今はちょうどウィンドブルーム祭だし、そのそろそろウグイスさんをモンドに呼んでもいい頃だと。だけど昨日アルベド先生から聞いたんだ。スクロースさんは最近とある女の子の夢のために頑張っているんだろ？That's calling, indeed. それに僕が課題を確認しに行ったら、彼女はなんと僕の分まで親切にやってくれていた。すごくいたたまれない気持ちでいっぱいだよ。みんな他の人のために頑張ってるのに、僕だけ自分のことしか考えてなかった。そんな自己中な奴がウグイスさんと釣り合うはずもない。キマイオス。だから僕も君たちに加わりたいんだ。でも、okay. そしたらウグイスって人の方は先月からずっと計画してたんでしょ？その人をモンドに誘うんだって言ってたのに。確かに手紙にはそう書いたことがある。だからプレゼントを送ったんだ。僕が摘んだ風の花に手書きの手紙を同封してね。今は他のことを頑張らなきゃいけない状況で、それが終わったらすぐにリーユへまで迎えに行くと、そう伝えたよ。プレゼントも手紙も丁寧に包んだし、許してくれてるといいんだけど。 I hope she'll come to Mondstadt instead. とにかく僕のこの誠意をどうか信じてほしい。自分で言うのもなんだけど、僕はかなり誠実なんだ。僕の記憶が正しければ今まで嘘だってついたことない。そこまで言うならオイラたちもその決意を無駄にするわけにはいかないな。ありがとう、ティマイオス。ありがとう、みんな。精一杯みんなのサポートを頑張るよ。これで嘘をつかない人は決まりだな。Okay. 残りの人についても早く相談して決めようぜ。Other three. それじゃあ名前を呼んでいくぞ。ご飯。Wait a minute. You already decided? Okay. 花。道案内人。伝説。それから、キマヨシ。なんでこのお兄ちゃんだけ名前で呼ばれてるの？クレイも名前で呼ばれたい。よしよし。かわいい。なら、クレイちゃん。はい。かわいい。クレイちゃんがいると、なんだか遠足みたいですね。雰囲気が和らいで、ちょうどいいだろ？ I mean, like, you wanna go again to the GAA? You wanna go to...If I were to think what kind of flower it is, maybe it's an intei vat. もちろん。後で、
僕が用意した推測を検証しよう。私ちょっと緊張してきた。僕も。 Imagine you guys springing out of nowhere。 おいおい、さっきの勢いはどこ行ったんだよ。いや、大丈夫だ。実は私もちょっと緊張してるんだ。 I wonder what to expect, boy。 わかるよ、人が多くなるとこううまく話せなくなるよな。とはいえ、これからどこへ向かうのですか？私が占ってみましょうか。予言の意味を紐解くと、答えを見つけた後に至福のランプがある場所に行って見つけたものが正しいか確認する必要があるんだよな。そのランプってどこにあるんだ？ああ、それならもう調べてあるぜ。 I already found where it is。 OK。 さすが、いつも解決策を見つけてくれてすごすぎだよ。スラッシュヴェンティ、そこへ案内してくれるかい？ OK。 至福のランプが眠る聖地に出発だ。地図に書いてあるのはここ一帯だな。どれどれ。Right here。 ここにランプはないみたいだよ。よく考えたら、予言には至福のランプがどんな形なのか書いてなかったな。私たち少し軽率すぎたか。旅人さん、紙に書いてある字を読んでるの？どれどれ？顔を上げる。って何もないじゃないか！おいらたち、まさか騙されたんじゃないよな？いいのやろ。耳の尖った猫の背にリスを乗せれば、敬虔な子犬がノッカーを打ってくれる。全部読んだけど、大した手がかりはないみたいだぞ。わっ、風だ。見て見て。相当強い雰囲気だ。上に行ってみよう。Is that a floating island right there? 飛ぶの？誰か僕も一緒に連れてってくれないか？ああ、僕に任せて。there it is。 うわっ、初めて飛んだよ。 Yeah, this is a new one. What the fuck is this? It's like a tea party. Like some circle shit? It's about time we'll get something about them.小さな島があるなんて、一体どんな人が作ったんだ？万が一のためにルートは全部記録しておいたよ。これで迷うことはない。おお、頼りになるぜ。こんなところにこんなテーブルがあるなんて不思議だ。まるで誰かがお茶会のためにここに来てたみたいだな。いや、モンドの上空にこんな隠された場所があったなんて。テーブルにすっごく綺麗なランプがあるよ。there it is。 それにランプの面ごとに椅子が置いてある。何やら椅子の背に文字が書いてあるようですね。見てみましょう。席につき答えて戸惑いを解く。とてもシンプルなヒントですね。このヒントに従ってやればいいってことだよな。待ってくれ。どうしたんだアルベド。念入りにチェックしてから座った方がいい。みんな少し下がって。それにしてもこの場所ってすっごく景色がいいよな。さっきまでの緊張感から完全に解放された感じが。
アリベド先生、状況はどうですか？うん、すべて問題ない。罠や仕掛けはないよ。それにこれといった自爆装置もない。え？それってつまり僕たちは予言を叶えるために椅子に座って答えを口にする必要がある。でも試行錯誤が許されているということだ。みな、まずは必ずしも正解とは限らない答えを先に試して、2巡目から当たる確率の高い答えを提示しよう。パッと聞いた感じ、筋が通っているように聞こえるけど、どうしてだ？ I wonder why。 さすがアルベド先生、そうすればこいつの運行規則を明確にできるからですね。なるほど、そういうことか。モナ？モナ、どうかしたのか？顔色が良くないみたいだけど。モナお姉ちゃん、お腹すいたの？クレ、お菓子持ってきてるよ。ありがとうございますクレちゃん。でもそういうわけではありません。先ほどアルベドが調べていた時に、私も占いで他の手がかりを得ようとしたのですが、この異様な雰囲気は尋常ではありません。まるでずっと誰かに見られているような感じがします。この細工が外部の環境によるものでないのであれば、相手はまさか、まさか、 What？ まさか何？はあ、いえ、私も確証はないので。そこまで言ってお預けかよ。クレ、アルベドお兄ちゃんの言う通りにしてみない？ああ、一緒に答えを確認してみよう、クレ。うん、モナお姉ちゃんも一緒に来て。ええ、わかりました。じゃあ一つ目の問題は私が回答するね。存在しない花。頑張れスクロース、お前ならできる。インテイバット。 It's an インテイバット Maybe。 私の答えは、種が4倍大きいスイートフラワー。絶対に迷わない道案内に。この問題は私が答えるよ。コレイ、答えが見つかったのかな？これ私の答えは、私だ。私はいつも導かれる側の存在だった。長い長い時間をかけて、やっとの思いで今立っているところまで来た。全然大したことないし、まだまだ未熟だけど、私がここで自分の名前を言ったのは、私も他人を導く人になりたいからだ。私はアンバーみたいに、ティナリ師匠みたいに、セノさんや私を助けてくれた大勢の人たちみたいに、この力を伝えていきたい。三つ目の問題の回答者は僕だ。嘘をつかない人、それは僕だ。子供の頃から大人になるまで、これといった長所は何もなかった。でも自分の誠実さだけは自信がある。それと僕に自分を認める機会をくれたみんなにも感謝したい。さて最後の問題は、先生術師である私が答えましょう。永遠に終わらない伝説、それは人の運命です。おお、makes sense。ランプが光ったぞ。うわ、ランプの面が4つとも全部光ってる。 OK。 え？でも All we did submit was a batch of… え？コレイ、少し立ってくれるかい？ああ The lamp goes out。 え？おい、これどういうことだ？なんで人が変わったのにまだ光ってるんだよ。予言にある問題に答えないといけないんじゃなかったのか？ I don't think that's it。 みんな、そろそろ気づいているだろう。この予言に正確な答えなんてない。Oh。 今僕たちは
行動をもってそれを証明したんだ。正確な答えがない？そんな、どうして？古く謎めいた予言だが、これは僕たちが考えていたような古の仕掛けではなく、ただの小さな信号に過ぎなかったのさ。え？まさか君たちが本当にこの場所を見つけられるなんて。え？思ってもなかったわ。うわ、僕たち以外にもこんな場所に人が。また会ったわね、旅人。あ、スカーレット、お前はあの日鹿狩りでオイラたちに挨拶してきた異国の人。みんなのおかげで私はこの場所にたどり着けたわ。君たちが予言に集中してたから、私という小さな尾行者に注意が向かなかった。本当によかったわ。 What is this supposed to mean then? なら君という小さな尾行者の背後にどうしてまだ他の者がいるのかな。あら、本当に？Sorry. 挨拶はいいわ。私がここに来たのは君が目的だって分かってるでしょ。What the fuck is this? 私が異国の客人ってだけで？君がこっそりと栄光の風に忍び込む姿を見たのよ。そんな早くから私に目をつけてたの？あれって2週間も前のことだったはずだけど。私は毎日仕事をしているのよ。君みたいな人に気づかない方がおかしいわ。いいわ、なら認めるしかないわね。この予言を童話の本に挟んだのは私よ。どうして？じゃあ、あれは本当の予言じゃなかったのか？心配しないで。私が怪しい存在なのは認めるけど、紙にあった予言は本物よ。それを私に残してくれた人はというと、ここにいる人たちも彼女の名前を聞いたことあるんじゃないかしら。古くからある女性集会であり、メンバーはそれぞれ文字をコードネームとしている。え、し？そんな、どうやら本当にあの力はおばばが残したもののようですね。あなたが B の弟子だったのね。お名前はかねがね聞いていたわ。私は J の継承者、スカーレット。 J？ どういうこと？それを説明するには古き王子から話す必要があるわ。でもそれって本当に私の口から言うべきことかしら。君たちがわざわざ予言を解読してここに来たのは、このランプの裏にある秘密を知りたいからでしょ。ランプはすでに光った。なら次は、あなたの安寧を妨げることをお許しください。え？あら？どうしてこれが光ってるのかしら？おかしいわね。ランプの向こうにいるマダム、聞こえますか？ママ？アリス。ん？若い人の声がいっぱい。マダム。私は J の継承者、スカーレットです。久しぶりだね。まさか J の継承者がこれほどまで向こう水なものになるとは、全く信じられん。Don't just change your voice. 待ってください。どうしておばばの口調を真似するんです？おばば？その言い方、まさかモナ？誰です？私の師匠を真似するだなんて。うん、それがどうした？人間に対する模写と学習は元より無意味な愚行。My God, it's Inoue Kikubo. God damn. ママ、どうして他の人の話し方を真似するの？あなたたちもいたのね。なら大丈夫ね。みんな、元気だったかしら？アリスさん、どうして？このランプってもう何年も光ってなかったから、てっきり少女時代の親友から連絡が来たかと思ったのよ。Well, you can assume. なんだよ、急にそんな恥ずかしそうにして。
このランプの管理を風神バルバトスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな風神の隠したシンボルを見つけたようね。やるじゃない。 Oh, Alice knows about Venti. Okay. もしかしてあなたたち、私の愛するお茶会のテーブルにいるのかしら。 Yes. うん、すごく長いテーブルだよ。そう、まさかこんなことが。どうやら風神もあなたたちがそこに登ることを黙認したようね。これもすべてスカーレットちゃんのおかげかしら。 Not really. 待てよ、こんがらがってきたぞ。さっき言ってた集会ってのは何なんだよ。 I wonder. マダム、これはおそらくあなたから答えた方がいいかと。よろしいですか。みんなわざわざ来てくれたんだし、それなりの報酬を用意しないとね。 Finally, some good lordship. それじゃ、あなたたちを古い物語に招待してあげる。 Go, Alice. 魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ライアーを弾き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日、愛する人を殺したわ。彼は老い、病気だった、はあ、深く愛していたから、私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。 What the fuck? 私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち残ったのは彼一人。アルベドー。And anyway, ran out of time. 母になったと言えるだろう。私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちの子の相手もね。うん、そいつは面白い。占ってあげよう。That's Mona's master. God damn it. 予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね。親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。Oh, it is sex and circle shit. つまりここは伝説にある魔女たちが集会を開く場所だったのか。ええ、私たちはいつもここに集まってお茶を飲みながらおしゃべりをしていたの。でもランプを見つけた人が祝福を得られるってどういうことだ。それはね、まさか本当にジェイ以外の人が予言を見るなんて、ちょっと恥ずかしくなってきちゃったわ。実はそれはジェイの結婚前夜、私たち姉妹が彼女に送った手紙なの。やっぱりアリスさんたちが一緒に書いたものだったか。アルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのが、私にとって一番の救いね。あなたはきっと謎かけを見た瞬間にいくつか分かってたんじゃないかしら。いや、そこまですぐではなかったよ。存在しない花、絶対に迷わない道案内人、嘘をつかない人、永遠に終わらない伝説。この4つの言葉はそれぞれ4人の魔女を意味しているわ。魔女の一人が愛する人と余生を共にしようと会を抜けた時、他の魔女が彼女をここに呼ぶためにこの予言を書いて送ったの。存在しない花、文字通り世界には存在しない花のことよ。リネドティア。これはコード R、 黄金、レインドットの署名ね。この世に存在しない種を想像できるものがいるとしたら、きっとそれは彼女しかいないわ。絶対に迷わない道案内人、これはコード N、
ニコの片付けよ。あなたたちはまだ彼女を知らないかもしれないけれど、yeah, I don't know her at all. 彼女は行く先を気にする不思議な女性なの。ここにいる人たちの中には運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれないわね。世界が稀に変動を起こすとき、彼女は預言者のように人々に真相を暗示するから。例えばそうね、彼女は人の脳裏に話しかけるのが好きよ。Oh! Oh damn! Hey! もしもいつかどこかであなたたちが重大な危機に遭遇したら、彼女はその声であなたたちに行く先を指し示してくれるかもしれないわ。The Irmsul Tempering. 世界にはこんなにも多くの謎を秘めた女性がいて、さらにはお互いに知り合いだったなんて。嘘をつかない人。それは私が残した暗号ね。あまり気にしないでちょうだい。だってコード A のアリスはいつだって誠実な人が好きなんだもの。それから永遠に終わらない伝説。あなたたちは M を知らないかもしれないけど、彼女の作品は見たことがあるかもね。Definitely not Mona's Master. イノシシプリンセスを読んだことはあるかしら。え？モンバの子供ならみんなあのシリーズは読んだことがあるはず。私も大好きな童話の一つよ。 M はとても偉大な人間で、彼女が書いた本は私に悲しみが何かを教えてくれたの。そのような人が魔女の称号を得るなら納得もいくでしょ。なんだかとんでもない話になってきたぞ。 Same here. 確かに不思議だけど、これらすべてが真実であることは私が保証するわ。 J も人間だったから年老いて亡くなり、その称号をそれぞれの弟子に残したの。アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてくれませんでした。私の代までもう数百年も経っています。ずっとあなたに会いたかった。あなたも魔女になりたいのかしら。というより、私は魔女会が一体何を意味しているのかが知りたいんです。以前まではあなた方がこの世界の命運を掌握する女性たちだと思っていました。しかし今日、あなた方の中には J 以外にも一般人がいることを知った。がっかりしちゃったかしら。いえ、とても面白いと思ったんです。より一層魔女になりたくなってきました。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど、あなただけは違うわね。あなたは彼女たちよりはるかに面白いわ。いつも興味本位で物事を進めるアリスさんがまた心を動かされたようだ。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ、スカーレットちゃん。あなたにはジェイが結婚した後に故郷でどう過ごしていたかお話ししてもらおうかしら。つまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女がその J で、そいつは結婚した後に魔女会を抜けたってことか。ええ、私たちが彼女に送った手紙、その意味はただ一つ。彼女も読んですぐに分かったはずよ。予言にある四つの文はすべて私たちが彼女に願ったこと。 Which is... 私たちに会いに来て、あなたが祝福へと足を運ぶ前に一番の友達であり最も大切な姉妹と喜びを分かち合いましょう。じゃあ祝福を手にするって、家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的に私たちを幸せにするのは旅の終点で会う人よ。この質問をした子、あなたも分かっているでしょ。私たち女性はいつも多くの悩みを抱え、不安に思うことにたくさん遭遇するけれど、最も大切な友達と会うためなら私たちは山や海を越えることも厭わない。どんなに長い時間が経っても、どんなに道が遠くてもね、心から愛する友であれば私たちは楽しさに満ち溢れる。私たち魔女にとって
それこそが至福の意味なの。クレイ、よくわからないけど、魔女がママの友達なのは知ってるよ。強いて言うなら、魔女会は私にとって共に青春を謳歌する女性たちのことね。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。まだ少し用事が残ってるから、話はこの辺でおしまい。Oh, Rosario's gone. またね、ママ。ほら、ドドコマ、ママにバイバイって言って。ええ、またね、クレちゃん。それから親愛なるお友達さんたち、いつかまた会えると信じているわ。あ、それと今の時期は、あの日が近いはずよね。Yeah, it is. またウィンドブルーム祭の時期になりました、アリスさん。そして特別な記念日でもある。アリスさんならよく覚えていることでしょう。ええ、思い出したわ。遥か遠い昔の同じ日にジェイが結婚したことを。本当に偶然ね。またこの愛と自由の日だったなんて。みんな、ウィンドブルーム祭を楽しんでちょうだい。What's gonna happen to Maya's now? アルベド先生、飛んで降りるなら先に行ってくださいよ。え？ Maya's? 大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。役に立つはずだ。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。全部言ってくれ。He's gonna go to Yingar. 大したことじゃないんだ。アリスさんの話はとても面白くて、すごくロマンのあるものだった。それは分かってる。でも僕が期待してたものとは違っていた。Yeah, same here. 確かに最高の祝福が必ずしも本物だとは思ってはいなかったさ。でも、でも、でも、ああ、そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。強いて言うなら、ウィンドブルーム祭の特別大使なんかになって、みんなに迷惑をかけた私のせいだから。いや、私があの予言を見つけたせいだ。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ想像していたものよりもいい結果じゃなかったし、何かを得たわけでもなかったなと思ってね。I mean, I definitely got something out of it, but it's not really groundbreaking lore. It's to remind you that there's actually the Hexen Circle, and they actually put out some bunch of their members, but there's nothing much. There's not much substance in it.得るものがあったと思う。この話はひとまず置いといて。ティマイオス、私とコレイが一緒にリーユへのウグイスさんに謝りに行こうか。ウグイスさん、はあ、彼女が怒ってないか心配だ。興奮が冷めた途端焦りを感じてきたよ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。Oh, there she is. Oh, God. Uguis-san? Are you Uguis-san? I've never seen you. Really, Uguis-san? Is she actually getting serious with Uguis-san? Really, sorry. But why are you so suddenly? Uguis-san?うちに会うのがそんなに嬉しかった？その、嬉しすぎて言葉が見つからないんだ。ごめん。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められるもんも責められんくなったわ。大事なことをやってるからうちを迎えに来られへん言うとったやろ。せやから逆にうちが来たってわけや。
ちょっと近くに寄ってみようぜ。Yes, yes, 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 yes. I want to see it spicy. イノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。じゃあやめておくか。Shut the fuck up, Mona. Let me listen.ティマイオスが自分の幸せを見つけられて、なんだか私も本当に嬉しいな。それよりも、私はスクロースの気持ちの捉え方の方が羨ましいよ。人の幸せを喜び、見返りも求めず、精一杯私を助けてくれた。お前は私たちが似てるって言ってたけど、私なんかより全然心が広い。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。多分私たちは同じくらいいいところを持ってるけど、その方向が違うだけだと思う。私はスメールに行ったことがないし、外国の友達だってそんなにいない。だからあなたと知り合えて本当に嬉しいんだ。それでもこれから先また知らない人と接するときは、同じように恥ずかしくなっちゃうかもしれない。けど、きっと大丈夫。あなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。あなたの抱えてる問題はすべて、問題なんかじゃないって信じて。私、今さら、自分を受け入れることを学び始めるなんて、No. ちょっと遅すぎないかな。 No, it's never too late. セシリアの花の牡蠣がいつか知ってる？確か本で見たことあったような。これは私の両親が昔デートしてた時によく話してたことなんだって。おかしいでしょ、デート中にこんなことを話すなんて。先月ご飯を食べてた時にお母さんがこのことを笑いながら話してたの。お父さんは本当につまらない男で、その上デートに遅刻したこともあるって。でもそれが人生なんだって言ってた。自分のしてることがいいことだって理解しさえすれば、始めるのに遅すぎるなんてことはないんだよ。だからね、やってみようよ、コレイ。うん、頑張ってみるよ。二人ともなんだかすごく盛り上がってるな。会話に入る隙が全くないぜ。Yeah, we should intrude in that anyway. あ、そうだ、これをあなたに。え？これって種か？うん、この前スイートフラワーを研究するのが好きだって言ったでしょ。これは私が作った改良版スイートフラワーの種なの。すごくいいものとまではいかないけど、どれも私が真心込めて選んだ品種だよ。気に入ってくれるといいな。とても甘くてとても育てやすいから。私、yeah,今年の風の花はこれを選んだの。風神様にこの花の良さを感じてほしいと思って。Imagine that he that and Venti meeting up. これをアビディアの森に植えて大事に育ててみせるよ。コレイ、このノートをすべて受け取ってくれ。君が勉学に励んでいることは聞いたよ。このノートはどれもスクロースに頼まれて用意した学習アイデアをまとめたものだ。時間があるときに読むといい。それと今後いつでもモンドに来てくれ。歓迎するよ。ありがとう、本当に。私あもうなんて言ったらいいか、本当に嬉しい。あ、スクロース、今だぞ。あれだ、幸せの吐息。おお、そうだった、危うく忘れるところだったよ。これ、この試験管に息を吹き込んで、
研究のためにその幸せの吐息を保存したいの。 It's so weird though. I hope she'll accept it. いいの?もちろん。あ、今の何だったの？幸せの雲飛んでいったぞ。 Wait, isn't that the ark and residue inside her? 幸い試験管にはまだ少し気体が残ってる。ひとまず保存するね。研究結果が出たら真っ先に連絡するから。手紙を書いてくれ。届いたらすぐに返事を書くよ。どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ああ、ティナリー。セイノさん。セイノ。ペンフレンド。ふうふうと息を吹き込んでできたペンフレンドが。ガチャッとファッカー。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。おお、he actually managed to see it. 旅人、このカードの裏面を君に。え Why me? これはセノの意思なんだ。おそらく彼はこの特殊なカードの裏面を使って君と決闘したいのだろう。俺は強いぞ。挑戦する勇気はあるか。 I've still got to challenge you. かなり自信満々みたいだ。アイたちの実力を見せてやろうぜ。Insert Yu-Gi-Oh! shit here. It's time to do. Alright, enough of that. ちょっと待ってくれ。私も送りたいものがあるんだ。You too? コレイもプレゼントを。 Everybody is having a gift for us. What the hell is happening? うん。ゴーに行ってはゴーに従えって聞いたから。風の花に関するものを用意した。これはスメールローズで作ったしおりだ。ホテルでこっそり作った。アンバーとティナリ師匠とセノさんに送りたい。モンド人は今日という日に風の花を大事な人に送るんだろう。私にとって3人とも私の家族だから。Aww, look at Kalei with her two dads. 知ってるか?ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言っていた。一緒に論文を書く気はないようだ。そういう家庭じゃなくて、ただの兄弟ってことでいいんじゃないかな。うん。No, no, 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 no. それからパティサラの種をモンドのみんなと旅人、それにパイモンに送るよ。うわー、オイラたちの分もあるのか。 God damn, パディサラス、damn。 これがコレイの選んだ風の花なんだよね。ああ、これが私の答え。私にとって風の花はスメールローズとパティサラなんだ。モンドの種じゃないけど、これは私の気持ちを最も表してくれる植物だから。When is Vendi gonna come in? 感謝したい人に、そしてこれからも一緒に未来を歩んでいきたい人に送りたい。Can we get one more cutscene, by the way? 問わず思い続け、幾千もの山と川を越えてもなお会いに行きたいと思える人を持つ、それこそが Finally, they're coming in. 真の至福なんだ。うん、そう思ってくれて私も安心したよ。 Oh man, I need to put it in the suggestion box. They need to give us pictures of each event. スクロース、あの雲を見てくれ。お？あの雲、お前の試験管に似てるな。 That's it? Can we get one more cutscene? No!No. Are you kidding? Eight. Ugui-san, これは夢じゃないんだよね。本当にモンドに会いに来てくれるなんて、どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでって、そない疲れるようなことちゃうやろ？
I mean, yeah, Zhongli did that on the bartender event. それから、もうそろそろ直接ウグイスって呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？え？ウグイス。慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張して。まだ何もしてへんのに。いや、僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。Oh, Alvedo's here. セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ。僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、かっこいい、相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり七星召喚をプレイする場では勝負よりも友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。Well, それから彼はこのようなものは友達と共有してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって君はとても仲のいい友達らしい。Well, definitely, ついでに言うと、yeah. セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、うん、このゲームを試しにやってみるのもいいかもしれないね。これいい、スクロース。手作りのお弁当を持ってきたよ。後で一緒に食べよう。本当か、やった。私、アンバーさんの料理のことで一つだけ意見を言いたいの。あのね、アンバーさんって時々料理に調味料を入れすぎることがあるでしょ。最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか。ストレスを発散できるぞ。Not a TCG ship. いいんじゃない。確かスクロースとコレイはカードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう、私たちカード仲間なんだ。前もカードについて話したことがあって。カードゲームのベテラン方、機会があったら私にも教えてちょうだい。うん、コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え、私？ええ、そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごい相手だから、いつか勝負してみたいってね。よかったね、コレイ。カードゲームで有名になったみたい。あ、私が。How many pulls you have? That's good. There you are, junk bard. どうかな。今年のウィンドブルーム祭も悪くないでしょ。君はすごく忙しいのに。春になったらモンドに戻って僕たちと一緒に自由の風を楽しんでくれる。本当に嬉しいよ。時間があるなら僕が今年新しく作った愛の歌を聞いてみない？古本。じゃあ読むね。世にこれほどの色彩があっただろうか。誰一人として染まらぬものはいない。白色よりも甘雲に似て、金色よりも太陽に似る。 Wait a minute. それは君の瞳に落ちて、 Wait, what the fuck? 孤独な心に光が再び降り注ぐのだ。ちょっと真面目すぎたかな。そうだ、スイートフラワーをお題にもう一つ作ろっかな。 That's very sus. That's very sus. What is that poem supposed to mean? みんなお姉ちゃん、クレイね、葉っぱが四つあるお花を見つけたんだ。すっごく綺麗なんだよ。みんなお姉ちゃんは好き？おや、私にくれるのですか？
ありがとうございます、クレイちゃん。もっとクレイのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。ご本、今の私はそれがすごく得意ですから。偉大なる火花騎士クレイ、あなたはモンドの希望の炎であり、人々の担い手。でしょ？でしょ？ What the fuck？ 担い手？おや、クレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。それでは、クレイちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。ママに買ってもらったんですか？うん、ママが言ってたよ。ドドコと一緒に選んだんだって。ドドコはこのリュックがとっても好きなんだ。だから、ドドコもこのリュックにつけてるの。あと、これを買ったとき、もう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって。確かその人は、みんなに、おばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか？いえ、待ってください。そう言われると、確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし、それがあの人の特徴でもありましたね。Okay, last one. Now, where is Tinari? Okay, here the fuck you are. Really? 測量のアドバイス、ありがとうございます。まさか、スメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて、本当にすごいです。What the fuck? レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。必要とする技術が被っているのも当然だよ。役に立ててよかった。機会があったら僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。直接この目で見てみたいものです。うん、確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかも。それどころか雨林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにもよく母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ、君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば少し良くなるかもしれない。僕は試したことないですが、そう言われるとなんだかやってみたくなってきました。うん、僕も試してみたいな。後で母風のマッシュルームを取りに行こうか。 Alright, that's everybody. Okay, now I did the event. I still think this is a filler patch. The Hex and Zirkle thing isn't really groundbreaking lore, to be honest. It did show a bit, but not that much. It really has no implications on the story whatsoever so far, aside from the interludes. Alright, bye bye.新しいカードの裏面だが、実に悪くない。俺のデッキと合わせれば完璧と言えよ。お前もこれを受け取っただろう。それを使って一戦やらないか。 Are you kidding? Oh god. You want screw it? I'll do one duel. Do I want Kokomi?Oh, well, it won't change anything. Alright. Why am I recording a TCG gameplay? Why the fuck am I doing this?This is gonna suck. Oh, I haven't used it. God damn it. Yo, Ayaya. Kamisato Ayaka. Mairimasu. Oh, hey, taxi. I didn't know. Sorry, my OBS didn't pick up. God damn it.
God fucking damn. Zaika o tatsu. Wait, what? God damn. Place one hydro, place one hydro, one hydro. Ah! Yuki o mai. What the fuck? 無意味な抵抗。ご安心を。私たちなら勝てます。逃げ場はないぞ。させるものか。ご助力を。Yeah, get frozen. Are you? Hey, Danny. Why am I playing TCG after the event? I already did part 3 and I'm doing it. Wait. Nope. Yeah, it won't refresh much. Can I do quick action map? Oh shit. He has the bird. I already finished it. この身で晩鐘を粛清する。 Shit, 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 shit. It's not as ground breaking as it is. 逃げ場はないぞ。大敵さ。司令。油断大敵だ。This is gonna be bad. Yeah, I thought there's something like groundbreaking towards it, but it's not really the case. I'm not disappointed, but it's more like, that's it? Okay, that's what I feel. Like, no offense to Rai, I don't find it really groundbreaking. Should I? ですね。今回の作戦は行け。Shit. Let's, you know, let's do it. Give this to her as well.ご安心を。飛べ。
I got a big gun you. Fuck. Please give me more fucking. That's a bit too much. Shut up. Fine, I'll use this. Hey, Rai. Hey, dude. Hey. 降伏しろ。 Oh shit, la. 策に問題が。 Let me save right here because I did my all my trials now on Pokemon Ultra Sun and now I'm going into a training arc. With my. 頼むよ、これアンバー。 So yeah, if you don't consider it itself not too.Bombshell-ish. I want to tell you, still this part, part 3, we didn't have any information about the Hexen Circle. And the fact that the Hexen Circle, the fact that the Alice told us also who is the voice.Behind. Yeah, that's the only groundbreaking one that I've seen, but aside from that, it's not much. Yeah. I think that's not too much, because if you think about it, everyone was thinking, oh, it's going to be Istaroth. No, it's going to be Rhyndoder. No, it's going to be, I don't know, the first who came, the second who came, I don't know. But in the end, it was a lady by the name of Nicole. Nicole. But the whole Hexen Circle roots, knowing that Alice is from the Hexen Circle, knowing that Rhyndoder is from the Hexen Circle,Mona's master is from the Hexen Circle. Scarlet's master is from the Hexen Circle. There is a possibility that will be a Mobius EXP that can be from the Hexen Circle. Oh, yeah, according be, what, yeah. According what Danny told send me. Danny, I won! It opens itself lots and lots of routes for the future. Lots and lots of routes for the future. What do you mean, lucky? Wait. What do you mean, lucky? I did it skill. Skill, you say? He said I was lucky. Okay. I'm gonna record everything in one go tomorrow. I recorded it, so it's like, a well deserved victory. Yeah, it's Sinoboy.